こんにちは。こんにちは。CCC の源氏と風太です。ここが重なった時はもう怖いよ。ある二人にドッキリをかけていきたいなと思ってるんですけど、最終的なゴール目標は奴ら二人を泣かせる。泣かせる。でそのために何をするかっていうと、僕がちょっとある真面目な話を持ってきます。はい、で風太くんにはちょっと協力をしてもらいたくて、僕の話に乗っかってもうみんなを泣く方向に誘導してもらうっていう役割をやってもらいたいなと思ってます。めちゃくちゃ難しいね。まあ泣かせるの分かってんだけど。お前絶対ふざけんな。僕がふざけたことはありません。あります YouTube で。あります。そして自分でも言います。お前がふざけたら俺は乗っかってしまいます。逆もあります。で今回はゴールがもう泣かせるなんて。泣かせるやから。もうとっておきの悲しい話持ってきてるんで。で俺にもそれを聞かせてくれへん理由も怖い。教えてほしい。これからまあ交互期待ってことですよ。はい、じゃあもう死ぬこと言っててもあれなんで。行きますか。早速行ってみたいと思います。It's show time。あここ曲がらないや。俺もソロの TikTok また8本ぐらいストップ。あ、負けないと思うんですけど、さっきからずっと言ってるけど俺もめちゃくちゃお腹空いてんのよ。マック食いたい。マクドあるよな。マクド食いたくない時とかあると思ってんの。ライブはいつやってるんだ。焼肉食べたい。分かる。先輩焼肉食べたい。もうお前らも毎回ATM か何かだと思ってる。マルク ATM だと思ってないよ。言ってんじゃん最後まで。なんかさ、でもこういう日常の会話とかも結構使えるとこあるんじゃない？俺ら多分そっちの方が楽屋の方がおもろいよ。テンション低くん？顔やばいよ。なんか今日ずっと顔やばくね。考え事めっちゃしてる。考え事？いや、いいや、いいよ、いいよ。なんやね、気持ち悪い。いや、そこまで言ったら TikTok あげましょう。やってもいいじゃん。めっちゃ覚えてるんです。マジなんですか？割と重いから重さで言うと、サスケの動く髪ぐらい。めちゃくちゃ重い。ぐらいは重いかな。あんま話す機会も最近ないから、忙しくて。人選びたいとか。ここだから話せるかな、みたいな。場所ここでいい。本当は飲み行きたいですけど、なんかあれ、ね、あれがあれなんで。待って。ガチ？割とガチ。珍しい。こいつがその感じ。まあ、なんか自分の中でめっちゃ葛藤はしてて、どうしようかなって。どうしよう。結論から言うと、だから今、CC を辞めるか辞めないかみたいなところで、辞めなきゃいけない感じになってしまっている。誰に決められるんだ。まあ、偉い人と好きな人っていうか。好きな人なんすか。え、結構真面目な話です。ただ信じてくれるかどうかは分かんないけど、まあとりあえず話せるのはここしかいないなってところで、もしかすると、まあ、強制送還っていうとちょっと違うけど、どういうこと。まあ、なんか国に連れて帰られるってことですか。普段から韓国人っぽいって言われるじゃないですか。うん、本当は韓国人なんですか。あ、そうなんですか。5歳ぐらいまでは向こうちゃん住んでて、怖い。で、もう5歳から完全にこっち来て、韓国って軍隊あるじゃないですか。そこの一番偉い人の息子なんです。息子？愛人との愛人に呼ばれた子みたいで、それ今韓国のそれを継ぐ人が今後継者争いになった時に、子孫が男で俺しかいない。いや、そう。だから今飛びすぎてた。飛びすぎて意味がない。お前のその感じは結構深刻だよ。割とそうっす。1週間前ぐらい、まあ、そういう連絡があって、もしかしたらお前は国に帰ってそれやらなきゃいけないとか。徴兵ってこと？徴兵ではないんですけど、そのもう徴兵をまとめる人っすよ。だから俺が右って言えばみんな右向くし、指は左だったけどね。左って言ったらこっち向くし。本当に多分お前下降りてないじゃん。あのさ、ごめんな、1個だけ言わせて。ガチそのさ、俺は今までのお前を見てる限り、俺はもう怖いから。けどこれがガチなんやったら、まあまあでかいし、俺ら結構腹くくって真剣に聞かなかった。聞こうとしてたよ。いや、これがガチなんやったら。どう考えてもちょけてるでしょ。ちょけてたら言えないじゃん。俺しか言えないじゃん。お前悩んでんだよね。もうどうしようかなって思って。どういうことですか、それ。韓国に行かなきゃいけないと。てかもうほぼもう行ったらこっち帰ってこないし、国会議事堂みたいなところにずっといなきゃいけないし。向こうには名前なんて。白人や。真面目な話をしてるこれ。うん、何が聞きたい。いや分からんけどさ、これがさガチで真面目なやったら、多分俺ら多分こんなテンションもあるじゃん。だからまあ本当別にそこら辺の話すっ飛ばしていいですけど、辞めなきゃいけない可能性が非常に高い。辞めたい。辞めたくないです。それで言うと俺は辞めたくないし、俺も突然そういう話が来たから、俺自体もすごく困惑してて。え、それ誰が知ってるんですか。親だけですか。親とだから好きな人で。好きな人って
好きに住んでるじゃん。好きですって好き好き側近ってこと。側近じゃない。何月それ2ヶ月半分半分ぐらいだ。いやもう真面目にしゃべる。それで俺らにどうしよう。相談相談どうしたいかはひどくないですか。俺だってどうしたいか分からないことないんだって。それは俺らにできることとかある。ターゴが代わりに行くしかないし最優秀でした。ターゴかターゴのお姉ちゃんだからターゴが行くしかないから母ちゃん。違う違う俺タゴじゃないしね。まず言うしどうとなさい。こいつの性格があれや、ガチのやつやけど、こうやってちょげてどうやってってやってるけど、結構ガチでメンバーを抜けなあかんけど、俺はやり続けたい。けど、どうしたらいいと思いますかっていう相談を俺らの知り合いがやってくれてるっていうこの環境が泣けてくれる。おいしい。向こうのご飯おいしい。おいしい。めっちゃおいしい。何が一番好き。お父さんが好き。僕のために頑張らないとだし。で、CCC は続けたい。続けたいし。それやめてほしくないし。やめてほしくないし。やめてほしくない。おいしい。だって、おいしい CCC。おいしい CCC。そういうこと。終了の人って何目的の何これ。今回の企画はケンジ君とフータ君2人でプリンスとターゴ君を泣かせれるのかっていうのを検証してみました。惜しかったよ。惜しかったよ。一つもいけるよ。どう考えてもいける。惜しかったよ。どう考えても無理だよ。何韓国の軍の一番何司令塔の息子。息子愛人の息子。愛人の息子わけわからんし。もっともっとさ想像しやすいことあったよね。いやいやいや俺は企画に没頭しようと思ってたよ。そうなんですか。いやこいつだって俺ももう癖で突っ込んでまうんや。月満月三日月これボケだったし突っ込みじゃなかった。そうそうなんかそのラリーを見せられて俺とユキが目が合って何この時間と思ったよ。途中でもう分かってたしね、うん、難しかったですね。難しいな。無理だろ。人の心を動かすのはすごい難しい。だから終了じゃないんですよ。終了じゃないんですよ。あいつお前サメなんか向こう側のドアでずーっと俺らの前で聞いてくれてる。そうかもしれんけど、まあこれに関しては僕も聞いてたんですけど、はい、完全にキャスティングミスです。いやこんな感じでこれから俺とケンジがいろいろいろんな人をはめていく企画をやっていきますか。シリーズものですな。ちょっと俺も混ぜてもらえ。俺はもう仲間に加わっていくから一人ずつ増やしてもらう。いやいや人の心がないから。いや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 どちらのサイドが言ってんだ。そうよ。